俺が連動のラインナップ。いや全部動くの悟りやんけ。上の連中全員皆殺しにしているんだ。じゃあ今回闇落ちゲート君とね、一緒に弾いていきたいと思います。サルメ、これ初めて弾くんだけど、はい、俺マジで。いや本当、私も初めて見るよ。それは大嘘。なんでわかるんだよ。これ何連で確定なのかね。私ポテチ食ってよっかな。もし太った大丈夫か。いやただの夏バテさ。ボリ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 食ってんじゃねえよ。前から言おうと思ってたんだけど、お前少し痩せすぎじゃね。これポテチあるから食っとけよ。またポテチとコーラをヒリヒリとさ。もうちょっと痩せた方がいいんじゃないか。ストレスがやばいからさ、もっと食っといた方がいいぞ。メタボリックで今はの気をだぞ。メタボリックチャーミングゲットするさ。お疲れ様。おい銃出たけど大して意味ないね。これ確定いつ来るか分かんないんだけどさ。確かに怖いね、ちょっと。ああでも見てる側楽しいでしょ。いつ来るか分かんないこのヒリヒリ感。全然ヒリヒリしないよ。おいヒリヒリしてくれよ、そこは乗ってよ。ああ全然ヒリヒリしないよ。ポテチ食ったらいいか。ポテチ勝手に食ってろ。金がね、大したことないからね。大したことねえな、これ。お、でもコック聞いたことないからさ、ほぼ初めてなんだよね。君が金枠の銃こんなに引いてんの初めて見たよ。いや呪術廻戦大好きだからね。もうこれ金額うわってならないから、ね。金額うわおーってね。なんねえわ。さっき言ったや。同じやつじゃねえかよ。同じやつばっかしだから。でもさ、いきなりさ、スキンがさ、来るかもよ。あの虹色のやつ。あ、虹色のやつね。そうそう、交流みたいな。虹色のやつ、交流来たらもう、すごい。いや、あー、金か。あー、金だね。大したことない。金であーってあるからね。受ける。でもこんだけ聞いて、こんだけ引いて君金車出ないんだね本当に。いや本当だよ、金車くれよ。やっぱり君脱砲クーペや。脱砲クーペ言うなお前。脱砲クーペだけや。あれ消えたかんな。もう言わせねえよ。回収されたから。そう受けるわ。くれよ運営さん、くれよ頼むから。結構頑張ってんだこっち。あね、いちゃもんつけよ。いや俺らってさ、スキンとかめっちゃ重要じゃん、撮影でやっぱ普段からやってるから。確かにね、確かにね。欲しいんだよね、やっぱカッコつけたいんだ よ、ね、画面で。これほど貢献しているのだからね。うん、これだってかぽいぽい引いてるけど1回1500円ぐらいするからね。1600円ね。うん、正確にありがとう。おっ紫じゃないこれ。うるさーい。あ、全然違うわ。水鉄砲みたいなモチーフだね。ちゃっちいな。夏にふさわしい。私これ待って、サトル打ちまくるわ。打つな打つな。もう2万金券消えてる。4万円だぞ、正気か。それは本当です。あ、なんか様子おかしい。いや普通やんけお前。普通だったごめん。全然様子普通やん。いやでもね、どっかで来るからね、確実に。まあ大丈夫、僕幸運だし。君が満足したのなら私もそれで満足さ。やっぱ強えわ、ガチャン強えわ。対局玉折はめちゃめちゃ当たり引いたからね、運良かったんだ。ああ最初は良かったけど、今回1600円だからね。1600円を3秒で溶かしてるから。いや本当だよ、たまったもんじゃねえよ。あれもんじゃない、これも初めてだ。売却して1200金券に変えてくれないそれできます。いや無理だ、すまない。学長ポジ、スグル学長ポジ初めてだよ。私が学長で、私が天に立つから。天に立てねえよお前は。天上天下サマーオイルになった。君は五条悟にはなれないよマサル。君じゃなれないよ。それあの乙骨ユタに言うセリフだから。あ、そうか、君に言ってるかと思っちゃった。うちの視聴者に行かれた思想不均衡もねえやられるか。なるほど。今回のラインナップは、二人とも、二人とも噛みすぎだろ、今の。君の受け持ちか。いきなりゼロになったな。お、めっちゃ金来る。ああえ、これが出ることなんてあんの？ラインナップに追加されない猿。そして、小僧家のマサル。マサルじゃないって。うまいな、お前。やっぱ言い換えうまいな。私言い換えのプロかもしれないな。全員家の落ちこぼれってやつね。五条家の帝国あそこの言い方好きなんだよな。本当にこれ出るの？なんか不安になってきた。やばい。8万円だからさすがに出るんじゃないかな。虹色来ないぞ。まあここまで行ったら追加確定でしょ。ちょっとマジ不安になってきた。あ、6300。
電動ポイントってのが溜まってる。あれがマックスに行ったら多分あと60連60連気合入れていくぞ。了解。術式判定だから、術式順で挙式紫。いや勝手やっけお前エコン使ってお前術式唱えてお前それかマジか。私に任せて。呪霊操術極の番渦巻き。おかず。まだ私もかすだ。これほどまでに我々が気合を入れて引いているのに引けないというのはもう高野上が悪い。よくないよくない、そんなこと言うな。高野上様お願いします。五条の五条のイケメンスキンください。お願いします本当に。サトルスキン、どのサトルスキンください。確定じゃね、くれないくれないってよ。回数確定じゃん。あと2回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 もう本当に。じゃあ金券申し上げろ。仕切り直した。行け仕切り直そうか。クコ変更カラスと消耗。長えな。長えわ。長いか。ゾワゾワするわ。もう行くよ。もういいよ引け。もういいから引けよ、どうせ出ねえから。もう一回言わせて。次はないからね。挙式パープル。お前死ね。何がパープルおいパープルごめん、出なかったわ。全然カスや。確定でしょ。次は確定で、五条スキンが出る。なんたって、8万円かけてるからね。寝たいな、お前。もう質の量も妥協しない。よしょ、まさに。君を殺す。まさるじゃねえよ、クソガキ。玉物舞を添えて、うわあれ出ねえのこれ。なんで500連だよ。まさか騙された。ええ、まだ足りない。 600? マジか。もう引き返せない。舐めてたな電動を。8万円で引けないの。課金したぞ。課金したよな。正気か。これから五条悟のスキン当てる。私も最後まで見届けるよ。はい。よかった。ある意味私のスキンが電動に入れられなくてよかった。ある意味悲しいこと言うなぁ。サトルばっかし優遇されてるけどさ。なんだこりゃ。MP5 か。まあサトルサブマ下手くそだから。失礼だなぁ。プロゲーマーだよ。プロゲーマーではねえよ。プロゲーマーではないから。なんかちょくちょくプロゲーマー語ろうとしてない。なんなんすか。語んなよ。あーごめん。でもそろそろ来るんじゃね。よし、じゃあご視聴ありがとうございました。いいとこで終わんなお前。黒や。いいとこで終わんなよ。別にパンピンに見られなくたってよくね。うわあ。ちょっと順番に行こう。順番に行くか。急に全部すぐ取れたかだ。取れたか。ここでちょっと金取りあえずあげるよ。あーこれ俺服着てほしいな。これ服着たらどうする。君服着たら私に着せてほしいんだ。いやそれは断る。なんでやねん。わかったわかった、着させるから。はい、ま、大丈夫でしょ。このスキンは M4 なんだ。裏切んな。もう一回やるとく。もう一回もう一回やろう。まあ大丈夫でしょう。このスキン五条マサ悟だし。間違えんな。このスキンは五条悟なんだ。なんだ。裏切んな。やっぱ言った通りや。一番いらねえ。一番いらねえ。ふざけんなよ。マジで。これ10万。10万の M4。お前は、一生 M4 使っとけ。